はい、バカンスの裏側には特別な時間っていう意味があるんです。特別な時間を提供するためにバカンスっていう名前がついている、うん、ここが全ての原点で、ここが10年後につながると思っていて、今始まって3年半ですけど、まだまだ準備段階で、これから10年後もっともっといいお店になっていくために、新しい人間の力が必要というか、それが集まっていくとオーストラリアナンバーワンにどんどん近づいていく。